さあいよいよここからが面白くなってまいります。三崎からそして田村でありますが、気合が入ります。さあすでに試合が始まっている30分の一本勝負。一番の注目点はこれどういうところを見たいんですか。どれだけですね、はい、その対抗戦というものをこの人たちが自覚しているかというところが見たいんですよね、はい。ただ単に三崎かな対田村よしこじゃなくて、はい、JWP 対ネオの対抗戦であるということをどれだけ分かって戦っているのかというのが、見えると嬉しいなという気がしますけどね。なるほどね、やっぱりどうしても若い選手ってただただその提示されたカードをこなすだけという選手が多かったりするんで、もうそろそろそれじゃいけない時期に差し掛かってきてますよね。どういう立場に自分たちが置かれて、なんでこのカードが組まれたかというのを理解した上で戦ってほしいなというのがね、今でも随所に見えてますよね。見えてますね。何気ないこの攻防なんですが、大変これ殺気を秘めてますね。殺気立ってるんですよね。本当に殺気立ってますね。一つの蹴りをかわすにも、一つのパンチを避けるにも、全くいつもと雰囲気が違います。全面対抗戦もいよいよ三崎と田村というこの世代を代表する2人の争いになりました。三崎の動きも、ね、今このジャムルクラッチに入る窓も非常に無駄がないというか、はい、スッと入ってきましたから、はい、その辺、まあ、そういう動きがですね、その緊張感を高めていくんですよね。なるほどね。田村がね、ちょっと薄ら笑いを浮かべながらさっきはエルボーを受け止めていました。今もね、あえて苦しい顔をしないんだぞっていう何か余裕を見せながら、そうですね、はい、見せてますね田村ね。この辺りは十分ファンの目を意識しています。やっぱり田村はこのネオジャパンカップで京都と30分引き分けたこと、はい、そしてその先ほども言いましたけど、ヒューガからイルミネーションでゴールを取ったことというのが大きな自信につながってきてますよね今ね。あとは突破口になるきっかけが欲しい、上の選手を倒すとか、はい、そういうきっかけがあれば彼女は大化けしますよ。なるほどね、自力は本当にありますから、さあ田村が上になりました。非常に鍛えにくいと思います。もうすぐ21世紀が来てしまいますので、ね、はい、まあ、ちょうどこの世代がですね、96年の5月にですね、第1回のジュニアオールスター戦があったんですけども、まあ、その世代、ジュニアオールスター世代なんですよね、いわゆるね、はい、その辺の世代がやっぱりそのオールスター戦を開催した時点では、うん、あと3年後をめどに、このメンバーが女子プロレス界のトップを取ってくれたらいいなと、はい、いう理想を持って対戦カードを組まれたんですけども、まあ、実際問題は、今もって当時の状況はまだ変わってないと、根本的には。さほどね、まだやっぱり何歳が上にいますよという状況は何も変わってないんで、でもあれから 3,4 年経ってたんですけどね。3年経ってしまったので、 そうですね、そろそろタイムリミット、もっと言えばやっぱりその21世紀のね、お正月の後楽園ホールは彼女たちがトップでメインで、っていう絵を見たいんですけどね。ですね、ただこれ小島さん、はい、ずっといろいろ近くで見てらっしゃって、分かると思うんですが、変わるときはいきなり変わるでしょ。いきなり変わるんです。それがあるんですね。これにわかにじわじわ変わるもんじゃないんですね。本当変わりますからね。そうなんです、まるで何か暗転するようにね。不思議なもんで、不思議なもんでね、これをでも託されたのは彼女たちですからね、はい、そうですね、田村と三崎でありますが、このキックそのものにも本当に殺気がありますよね。まあ、その男子プロレスで言ってもですね、はい、まあ、新日本の G1 で中西学が優勝したりですね、やっぱりその今時代の転換期を迎えてきてるんで、ちょっと彼女たちも、一発かましてもらいたいですね。ですね、田村がちょっと今構成です。これも実に何でもないんですが、普段のさっきと違いますよ。しかも顔面に結果に出てますね、これはどうしても見たという動きが止まりますね。ですね、これ予想以上にダメージあるでしょう。あの企画といい、あのエルボーといい、エルボーはかなり効いてましたね。ですね、三崎がこらえていましたが、かなりのダメージを受けているはず。まあ、田村が先ほど劣勢の時にもね、本当に何かね、うすら笑いを浮かべていた。自信、はい、それが自信なんでしょうね、はい、自信が余裕を生んでくるんですね、はい、天野の目の前を通りまして、さあ三崎がこれから入ろうというところ。三崎という人はこの人ストレートに表情に出す人です。痛い時は歪めるしね、ただ今日はその、はい、
まあ、よく女子の選手はその気合を入れろって言われると、はい、バカ野郎この野郎と声を出していくんですけども、例のパターンでね、今日に関して言えばですね、それがあんまり目立たない、はい、特に鬼塚に関しては押し黙ってって言ったらおかしいですけどね、本当にね、あこれがさっきなのかなっていうのも、単なる気合ことじゃないぞっていうのも見えたりしますからね。この一つ一つの動きでも通常ではありえないようなこれさっきです。このスリーパーもね、必死に身だけをブロックしていくんですけど、合わせてなんとか入れてやろうというね、はい、相当なるさっきを秘めての田村です。落としてやろうっていう意義ですよね。まさにね、ショーアップ精神が全て捨てました。これは本当にきっちりと蹴りをつけてやるというその意気込みが十分伝わってきます。会場もね、はい、シーンとして身を持ってますからね、はい、はい、入場した時には華やかな対決というのを紹介しましたが、もうそれを飛び越えまして実にこれ壮絶な一戦になりましたね。ですので、まあ、この試合が始まる時に言いましたけども、それだけ、自分たちの立場、このカードの意味を分かってるかということがポイントだと言いましたけども、はい、分かってますね、二人ともね、プロとして何をすべきか、どんな試合をすべきかよく分かった上でやってるなというのは本当に分かりますよ、はい、ここまでの流れはラインユーユーから始まって、これ JWP の3位ですか。そうなんですね、ここで田村が負けるともうネオの負け越しが決まってしまいますので。そうですね、負けるわけにはいかない、その企画もあるでしょうね、でしょうね。三崎対空時間10秒です、ね、はい、この一発で流れを変える技というのは最近、ソバットであるとか、今日もですね、右手に分厚くバンテージを巻いてますので、はい、これは顔面パンチが反則にならないために巻いてますので、なるほどね、あえてね、顔面パンチ、ソバットというもので流れを変えて、はい、一気に自分のペースに持っていく術を持ってますんで、今は田村がリードしてますけども、くるっと変わりますから、それは今のしかしスリーパーの捉え方なんかね、さっきやられた分はお返しをするという意地なんでしょう、報復でしょこれ。まさにその通りですこれね、異常なる気合を入れてのスリーパーです。初めて田村が本当にこの痛みを感じました。苦しい表情を見せましたね。ですね、噛んでます ね、そして手首を離しません。今度は田村です。手を振ってますよ。竿が上に行きましたね。本当に入っています。今の一連の動きは読みづらかったですね。しかもその後もドロップキックですね。今のあれでしたけど、はい、最初の2発は顔面を敵対に捉えてますね。姿勢をそがれちゃうんですね。鼻っ柱打たれちゃうとね、はい、ほめした裏を取った三崎に今度お返し、足を外して、うわうまい。さて三崎今度は優勢に立ちますか。まあ、はい、あれだけね、緊張感を張り詰めて攻めてますと、攻め疲れというのも当然田村にありますんでね、はい、一回緊張の糸が切れちゃうと、はい、ドドドと出てしまう可能性も高いですよね。しかし三崎はなくなりましたね。やっぱりね、よどみない研究熱心は研究熱心ですよね。まあ、しかも自分の気持ちの中で常にその同期の3人よりも自分が一歩で遅れているという意識が彼女の中であるので、はい、それはここまで来させた原因ですよね。はい、感覚です。うわー、膝はね、磨き痛めてるんですよ、これは懸命に登ります。あーっと、ロープが遠い、いやきつい、ここでロープ、田村離さない、ね、分かってましたね、膝痛めてるのね。ですね、これは効きました。いっぺんにこれ体勢変わります。もう踏ん張らない、足だ、膝だ、膝だ、またリングの中央だ。うまく落ちましたね、これちょっと足がうまく使えませんね。うわー、激撃だ、足を徹底的に狙われます。よくわかりました田村、もうポイントは絞れました。まあここまでね、はい、まあ、一つのやり方としてはもう試合始まった時からそこをピンポイントで攻めていくという手があるんですけども、
あえて田村はそこを狙わずに、はい、三崎が油断したところで傘にかけてしまったんですかね、はい、これはうまいですね、うまいですね、そしてもう分かったところは、あの手を上げたパフォーマンスってのは完全に読めたぞっていうね、そうですね、アピールを繰り返しながら、さあ三崎大ピンチになりました。これはきつくなりました。時間がかかればかかるほど三崎は自分が大変苦しくなります。これね、序盤に出した必要なスリーパーとかデスタルを奪ってきたことがここで効いてくるわけですね、はい、なるほどね、今思えばあれが伏線になってますね。スタミナを十分削ぎながら、このポジションの動き方が絶妙ですね、はい、今クリング中央、はい、なかなかロープ力できないところで投げてますんで、一旦これロープに近寄りますとまた引きずり上げますからね、ずり足して懸命になんとか逃げようという。さてようやく三崎苦しい、非常に苦しい、この苦しさが随分私とにも伝わってまいります。何かこの力が入るギブアップがあってもおかしくないような、かなり時間取ってますからね、ですね、ようやくロープライ、かなりきつい表情になりました。当分ちょっと足の感覚ないでしょうね、コーナー、これはちょっと厳しすぎますね、ですね、まあね、飛び技も得意にしてますんでね、三崎はこれである程度封じられてしまう部分はありますん でこれもうほとんど感覚ないですよ、走れないですね、ロープ振られました、かつて私ね、レスラーの皆さんに、まあ、女子なんですが、はい、あの足の感覚なくなった時どうなるの、引きずるよねって言ったら、皆さんに分かってもらえるのは、あの例えば正座なんかして仕事で動けなくなる、もう歩こうとしても歩けない、あの状況に近いんだって言ってましたね、今まさにそうですね、そういう状況でこのクランチャーとか受けるとですね、はい、自然と逆、はい、足をかばって逆の足で、軸にして受けちゃうんで、そっちの足を痛めちゃうんです、今度はね、そうなんですね、今完全に左足の膝でありますが、もう三崎の感覚はありません。従いましてこれあとは田村がどう仕留めるか、これポイントになりそうです。いやでもね、まだ三崎はそれぐらいではという部分が、はい、ありますか、そうですか、さあ三崎のその反発心に期待をしましょう。さあ三崎なるべくインターバルをもらいながら少しずつの回復を待って入ります。それを待っていたのは田村、いやーすごい、下から突き上げておのずと自らの膝も痛めましたが、自分も痛いはずですけども行きましたね、すごいど根性です。